敵につけ。ついてるだろ。ついてねえのおめえだけだ。しまった。どうまい。さらばが影のピンサイン転がってくストーリーを。ミドリア君、君はあの実技試験の構造に気づいていたのだな。え？俺は気づけなかった。君を見誤っていたよ。悔しいが、君の方が上手だったようだ。ごめん、気づいてなかったよ。兄貴、ヒーローになるために悪に染まれ。俺は至極悪いぞ。真面目や。ん？北か浦らかく。てか何その手。君たち偉大な先輩たちが使用してきた机をないがしろにする行為を感化することはできない。想像し。ブレないな、飯田君。教師オールマイトについてどう思ってます？最高峰の教育機関に自分は在籍しているという事実をことさら意識させられます。我々学生は常にその姿を拝見できるわけですから。トップヒーローとは何をもってしてトップヒーローなのかを直に学べるまたとない。静粛にしたまえ。他を牽引する責任重大な仕事だぞ。民主主義にのっとり真のリーダーをみんなで決めるというのなら、これは投票で決めるべき議案。インゲニウムは知っているかい？もちろんだよ。東京の事務所に65人ものサイドキックを雇ってる大人気ヒーローじゃないか。まさか。それが俺の兄さん。あからさま。すごいや。一へ集合。バスの席順でスムーズに行くよ。番号順に2列で並ぼう。くそ、こういうタイプだったか。意味なかったな。みんなすっごいノリノリだ。君は違うのか。ヒーローになるため在籍しているのだから燃えるのは当然だろう。イダちゃん独特な燃え方ね。変。緑谷君もそうじゃないのか。私は絶対ヒーローになってお金稼いで父ちゃん母ちゃんに楽させてあげるんだ。ブラーボー。浦中君ブラーボー。バーボー。飯田君、あんな調皮持ってたのずるいよ。ずるとはなんだ。あれはただの誤った使用法だ。俺にアイテムを渡してきたのです。この機会を俺は無限に扱ってはならぬと思ったのです。青くさ。許可します。いいか。集めさん場外。ユダ君2回戦進出。騙したな。すいません、あなたを利用させてもらいました。嫌いだ君。それはあれ、違う。違うのか。それはそうと、さっきは悔しかったな。今は開墾よりこの戦いを己の糧とすべきだ。うん、確かに。レシプロバースト。しっかり見てリベンジだな、飯田君。電話だ。電話か。飯田くん、カッパに長靴。何のんきに歩いているんだ。遅刻だぞ。遅刻ってまだ予定5分前だよ。遊泳生たるもの10分前行動が基本だろう。わあ、指名来てる。天野もヒーローに。うん、兄さんかっこいい。ロボかよ。改めてヒーローへの道を俺は歩む。飯田君。さあそろそろ修行だ。全員席に着きたまえ。うるさい。雷が変な話すっから。なんかすいませんでした。今日も泣いて